今年の三番山笠、中洲流れの男たちが去年の追い山笠以来1年ぶりの山笠かきとなる流かきに臨みました。流れかきは7つの流れがそれぞれの町内を書く行事。かき師たちは勢い水を浴びながら博多の町を駆け抜けました。博多祇園山笠はこの流れかきを皮切りに生から道の祭りに移り変わり、12日の追い山笠の足、13日の集団山笠の瀬と、15日早朝の追い山笠に向けて博多の町が熱を帯びていきます。7番山笠、土井流れ。
最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメントなど励みになりますのでお願いいたします。